さあ、次は、情報のね、判断基準について話すけんね。メディアからとか、人から情報を得て、その情報が合ってるか間違ってるかの判断基準、どうしたらいいか、ね、話すね。ここわかるかな？一貫性。うん。一貫性。こっちがね、整合性ね。一貫性、整合性があるかどうかっていうのを確かめてみて。ここなんと思う？ここがね、一次情報が盛り込まれているかどうかっていうところね。まあ、一次情報って何って言われたらね、自分の目で見たこととか体験したこと、そういったのを盛り込まれてるかっていうのを確認してってことだよね。うん。まあ、まとめやけど、人から情報を取ったら、まあ、一番聞いた方がいいのは専門家ね。ここ、みんなはね、ここに聞いちゃう。なんでかって、ね、身近だから。身近な人に聞く。聞きやすい人に聞く。だから答えから遠ざかるよってこと。だから、専門家に聞きなさいと。ね。自分が欲しい答えを持ってるのは、友達でも親でもなく、専門家やけん。ね。こっから情報、どうしても欲しい情報があったら、ここから聞きなさいってことですね。で、もちろん、ここで手に入れた情報も判断しなきゃいけないですね。自分で。判断するときに、一貫性があるか、整合性があるか確かめて、ね。ちゃんと一次情報が盛り込まれてるかっていうのを確認しましょうよっていうお話でした。最後に、俺には成長や感動を共有する仲間がたくさん必要やけん、ぜひチャンネル登録や、クラウドファンディングの支援、Twitter、Instagram のフォロー、お願いします。イデアムでもね、ライブ、生配信をしてるので、ぜひね、お話できたらなと思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。